はいどうも、今週も始まりました。倉田と力斗、倉田と力斗、2人でクロストークのコーナー、イエーイ。ということでね、はい、今回のクロストークのテーマは、あなたにおすすめしたい〇〇、ということで、おすすめ、はい、あらとおすすめか、あ、じゃあ僕先いいですか。あ、いいですか。じゃあちょっとなんか最近結構力におすすめしたいものがあってですね、でも分かるかな、USJ って分かりますか。なんだろう USJ。 はい、なんかまあ生まれてすぐ、あ、ジャスミン、生まれてすぐジャスミン、惜しい。あ、違う、ユニバーサルスタジオジャン。あー、何それ、惜しかったな。惜しい。まあ、なんでこんなこと言い出すかというと、はい、まあ、行こうって言ってんだよね、一緒に。そう、ずっと僕半年ぐらい前に USJ 行こう行こうって言ってるんですけど、いや、なかなか予定が合わずにね、 なかなか半年ぐらい返信が返ってこなくて。いや、じゃあ半年はそれは持ってるじゃん。半年ぐらいに返信、あ、まだ1ヶ月ぐらいでしょ、あって返してないの。実際4日間ぐらい帰ってきてなくて死んだのかなと思って、生きてる、今日来てなんか安心しました。あ、生きてる、音信不通だったの、うんうん、まあ、行きたいね、 USJ ね。 USJ、まあ、ずっと行きたい。行ったことないんだっけ。そう、ない。そうなんだよ。でもなんか一回 CM の撮影で、うん、あー USJ の CM 出たことがあって、ね、うんうん、なんかもう夜の USJ 入って撮影終わったらなんか、まあ、上がったんだけど、でも知らない人がみんな周り、うん、上がりきんないよね。じゃあそこはちゃんと遊んだことがないと。そう、だから行きたいってずっと言ってるからおすすめなんですけどね、USJ。 あ、そっか、ちょ、考えていきます。要件とで。じゃあ逆に僕がおすすめしたいものなんですけど、あの、まあインスタ映えスポットといいますか、うん、まあ好きじゃないですか、そういうの。まあ嫌いじゃないね。だからおすすめしたい、有心ブルーっていうのがあって。有心ブルー知ってる？有心ブルーどんなのと思う？有心ブルーでしょ、うん、ゆるっと信じてゆるっと信じてブルってみる。あ、違う、全然違います。 あ、全然違う。全然違います。あ、違うの。全然違います。まあ、有心ブルーっていうのはあの、まあ猫舌やってるじゃないですか、僕。ああ、猫舌で、ほんと2年ぐらい前、1年半ぐらい前に行った場所なんですけど、まあエメラルド色の湖、湖って綺麗でも普通青だったり透明だったり、そう、それがエメラルド色なの。エメラルド色なの。うん、エメラルド色なの。エメラルド色ってさ、なんかさ、結構あれなんじゃない、汚い感じ、ね、そうと思うじゃん、うん、違うのよ。だからエメラルドっていうよりも、なんか本当真っ青に近いかもしれない、うん、真っ青みたいなエメラルドみたいな、本当に綺麗で、それがどこにあるかって、丹沢、だから全然丹沢湖のあるんだけど、湖が丹沢湖、うん、神奈川ね。神奈川で、それの上流の方にずっと2時間ぐらい山を登ると、うん、あるの、そこら。だから倉田にはそのちょっと2時間ぐらいかける山登りも、そのまあ何、うん、倉田自身の浄化も兼ねて行ってほしいなと。浄化。まあね、倉田のこの気持ち悪い感じあるじゃん。割ともう髪の色浄化されてるけど、いや、もう結構気持ち悪いよ、もう。あ、これを浄化しろってこと。そうそうそう、黒くしろってこと。そうそうそう、浄化で。なるほどね。行ってほしいなと。まあ、まあ一緒に行ってもいいし、俺もう一回行きたいから。2時間か、だから往復で4時間ぐらい。車で行けるんですか？行けないし、車はもうその麓まで4時間か。そこでまあ、ちょっと自撮りをして撮ってほしいなと。じゃあせめてたどりにさせてください、それは。俺は行かないんで。いや、一緒に行っても行けないみたいじゃん。はい、ということで。そうだね。じゃあ俺から。盛り上がらなかったな、なんか。でも普通の会話や。まあね、うん。じゃあ僕からおすすめしたのは USJ。僕がおすすめしたのは有心ブルーと、うん、いうことで。じゃあどっちも一緒に行けたらいいですね、ということで、はい、以上したいと思います。倉田と力斗。倉田で。リキーでお送りしました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。